結城市は、茨城県県西地域に位置する市である。統計139度54分、北緯36度19分に位置する。関東平野に位置し、比較的平坦な土地である。旧国名では、下大佐の最北端に属する。東は、絹川を挟み、筑生市と、南は、小賀市、八千台町と隣接し、北と、西は、栃木県小山市に接する。 北側、西側を栃木県との県境に囲まれ、茨城県の多市町村とは、木の川によって隔てられているため、文化、経済、交通面で栃木県との関わりが深い。特に隣接する小山市とは、小山都市県に属する密接な関わりがある。南北の交通網が茨城県の多市町村と明らかに異なる小菓市ほどではないが、県南。 県北、河口地域とのつながりは、気迫となっている。有機市中心部周辺の空中写真。1986年撮影の4枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。ショッピングモールかつて、有機町には、伝統会社があった。1913年10月に、有機電機を設立。 1913年11月に事業開始した供給区域は有機町。発電所は持たず、下付電力より受電した。1922年茨城電力に合併された。JR 東日本旅客鉄道の水戸線が北部を通る。市内3つの駅のうち、中心駅は有機駅である。バスは小賀駅と南部を結ぶ路線と、 市内を巡回する路線が運行されている。結城秀康の愛、槍、おてきねのレプリカ。ありがとうございます。